ジェイコブ・コリアーは、イギリスのロンドンに拠点を置く歌手、アレンジャー、作曲家、音楽プロデューサー、マルチプレイヤー。2012年にスティービー・ワンダーの、くよくよするなよ。などの人気曲を、マルチスクリーンレイアウトで構成された、個人制作動画でカバーし、YouTube にアップ。この動画が話題となり、コリアーの名が知られることとなった。コリアーの音楽は、ジャズ、アカペラ、 グルーブ、フォーク、電子音楽、クラシック音楽、ゴスペル、ソウル、即興演奏の音楽要素を融合する。また、多重録音したハーモニーを頻繁に使用することが特徴。2014年にクインシー・ジョーンズのマネジメント会社と契約し、マサチューセッツ州ケンブリッジのマサチューセッツ工科大学で設計及び製造された一人用。 視聴覚ライブパフォーマンス手法の開発に着手した。2016年デビューアルバム In My Room をリリース。このアルバムはロンドンの自宅にて全編的に自身の手による録音、アレンジ、パフォーマンスとプロデュースにより制作された。2017年アルバム曲 Flint Stones トトと You&I の2曲で第59回グラミー賞を受賞した。 2018年、ジェシーシリーズの制作を開始。このアルバムは4巻50曲構成で、20数名のアーティストが参加している。2018年12月に、ジェシーボリューム1、2019年7月に、ジェシーボリューム2がリリースされた。ジェシーボリューム1からは、オールナイトロングのアレンジが、ジェシーボリューム2からは、 ムーンリバーのアレンジがすでにグラミー賞にノミネートされている。コリアーは両親と二人の妹と共にロンドン北部で育った。ロンドン北部のミルヒルカウンティーハイ、スクールとハートフォードシャーシーブシーノザ・パーセルスクール・フォー・ヤング・ミュージシャンズに通学。また、王立音楽アカデミーでジャズ・ピアノを学んだ。彼の母親であるスーザン・コリアーは音楽教師、バイオリニストであり、 王立音楽アカデミーの指揮者も務める。コリアーの母方の祖父であるデレック・コリアーはバイオリニストであり、王立音楽アカデミーでも教鞭を取り、世界中のオーケストラと共演した。家族が音楽の中で果たす役割について、コリアーはバッハの成果を家族で一緒に歌うことがとても楽しいと述べている。コリアーは、 母方の祖母であるリラオンを通じて一部は中国系の血を引いている。2004年、アーサー・アラン・サイデルマンのクリスマス・キャロルでティニー・ティムを演じる。同時期、モーツァルトのマテキの三人の少年のうちの一人として、また、ベンジャミン・ブリテン、ザ・ターンズ・オブ・ザ・スクリューのマイルズ役で高音パートを担当。後者の出演は火星の使用法と理解に大きく影響した。 ブリテンの火星の使用について、コリアーは自分のマインドが外向きに砕け散るような衝撃だったと語る。2008年、ABRSM での歌唱成績は8グレードのうち最高グレードであり、国内最高のゴールドメダルを受賞。コリアーは独学で技術や知識を身につけたと宣言している。2011年に複数の楽器を演奏する自作動画を YouTube に、 アップロードし始め、中でも1971年の映画、夢のチョコレート工場から、ピュアイマジネーション、2013年のスティービー・ワンガー、くよくよするなよ、の、ボーカルアレンジメントのリリースが特筆に値する。クイン・シー・ジョーンズは、彼の活動に注目し、モントルージャズフェスティバルに連れて行き、そこでコリアーは、ハービー・ハンコックと会合した。 ジェイコブ・コリアーのソロライブこの時期、MIT メディアラボの博士課程の学生である、ベン・ブルームバーグは、ライブパフォーマンス用の音楽ハードウェアとソフトウェアの作成と開発のため、コリアーに連絡を取った。彼は、その後、数ヶ月にわたって、コリアーと共に、新しいマルチメディアライブ体験の仕組みを開発、構築した。2015年、ソロのデビューライブを終え、 ヨーロッパとアメリカのツアーを開始した。このパフォーマンスは演習場に楽器を並べた装置で作られている。装置は同時にループと再生が可能な6個のステーションを備えており、バックスクリーンには同期されたリアルタイム 3D キャプチャビデオループが投影された。ワンマンショーの中心はコリアーがブルームバーグと独自に設計、開発したボーカル用ハーモナイザーであった。 これにより、リアルタイムでの多重音声構成が可能となった。このショーは、ロンドンのロニー・スコッツ・ジャズ・クラブでデビューを飾った。数週間後、コリアは2015年モントルージャズ・フェスティバルで、ハービー・ハンコックとチック・コリアのために、このワンマンショーを開催した。ステージでのジェイコブ・コリアは2015年7月、ドクター・ドレーのビーツ・エレクトロニクスはコリアに連絡し、 The Game Starts Here を提供を要請した。コリアーはコマーシャル用に有名な賛美歌エルサレムのアカペラバージョンを録音した。2015年後半、ドイツのケルンでのコンサートで WDR ビッグバンドと共演した後、デビューアルバム IN MYROOM 制作を開始。コリアーは11曲のうち8曲を作曲。アルバム全曲を通してすべての楽器を演奏、アレンジ。 レコーディング、プロデュースを行った。アルバムタイトルからわかるように、このアルバムは、ロンドンにある彼の実家にある、音楽制作用の部屋で3ヶ月をかけて録音、ミックスされた。これは、バーニーグランドマンによってマスタリングされ、インディーズ音楽レーベルのメンブレイにエンターテイメント、グループから2016年7月1日にリリースされた。この、リリースの後、 コリアーは2016年モントルージャズフェスティバルなどでワンマンショーを行いワールドツアーに乗り出した。インマイルームのリリースに臨みコンテンツ作成者向けのクラウドファンディングサイトであるペイトリアンにてアイハームキャンペーンを立ち上げた。このキャンペーンに100ドルの支援をした支援者たちが15秒間のメロディーのビデオクリップを送り、コリアー作品の特徴としてよく知られた。 マルチスクリーンレイアウトに合成され、それが彼のソーシャルメディアプラットフォームにアップロードされた。2017年10月31日に2時間にわたるライブストリーム動画でこの創造的なプロセスをデモ。このプロジェクトには130曲以上のメロディーや寄付が寄せられた。その中にはイギリスのジャズアーティストであるジェイミー・カラムやベン・フォールズ、ハービー・ハンコック、ケビン・オルソラが含まれる。 オルソラは、エーペンタトニックスクリスマスのホワイトクリスマスやコンテンポラリーアカペラソサエティ賞の受賞で知られるアーティストである。2016年2月、スナーキーパピーのアルバムファミリーディナーボリューム2に参加。その後8月22日にロンドンのロイヤルアルバートホールで行われた BBC プロムスでのクインシー・ジョーンズのトリビュートコンサートに参加し、オリジナル曲、インザ、 リアルアーリーモーニングのオーケストラアレンジを公演。ジュールズ・バックリー式のメトルボールオーケストラによる演奏であった。2016年12月、マサチューセッツ工科大学の150人の学生と協力して、12月10日にクレスギーオーディトリアムで、イマジネーションオフザチャートと題したライブを行い、彼の曲のオーケストラアレンジメントで共演。この公演の様子は、 同名のドキュメンタリー映画、イマジネーション、オフザチャートの主題であり、2018年6月に地域エミー賞を受賞した。2017年2月、2つのグラミー賞を受賞。ベストアレンジメント、インストゥルメンタルアーカペラは、スティービー・ワンダーの U&I のカバーで、ベストアレンジメント、インストゥルメンタルボーカルズは、1960年代のテレビシリーズ、原始家族。 フリントストームのテーマソングザ・フリントストーンズのカバーで受賞した。1ヶ月後、コリアーはタビス・スマイリン賞でアメリカのテレビデビューを果たし、ジャズゴスペル・アカペラグループのテイク6と U&I を演奏。2017年、サムスンの代表的な着信音、オーバー・ザ・ホライゾンを当時の新モデルであるギャラクシー S8、S8 向けに再構成するほか、 ベッカ・スティーブンズのアルバム、レジーナの2曲の共同プロデューサーを務めた。また、作曲家のハンス・ジマーと共にドリームワークス、アニメーションの2017年の映画、ボス・ベイビーの音楽制作に協力。翌月、コリアーは、ハンス・ジマーとファレル・ウィリアムスと共にコーチェラ・フェスティバルに出演。4月、トークショー、ハリー・にゲスト出演。また、カナダのバンクーバーで開催された。 ジェットカンファレンスのスピーカーとしても出演した。国をまたいだワンマンショーツアーは2年半開催された。ツアーでは一流の音楽家たちを招き、メトロポールオーケストラをはじめとする世界中のオーケストラやビッグバンドと共演した。7月9日、コリアーとコーリー・ヘンリーはノースシージャズフェスティバルでメトロポールオーケストラジュールズ・バックリーと再び共演。 2017年12月には、アメリカのポップ、R&B シンガーのトリー・ケリーと YouTube 動画でコラボし、クリスマスソング、Have Yourself、A メリー・リトル・クリスマスをアカペラでカバーした。2017年12月、ワンマンショーの最終公演が12月18日に、ローマで開催されることを発表。2018年に制作される、セカンドアルバムの計画が始動。 2018年7月、モントルージャズクラブで行われたクインシー・ジョーンズ第85回誕生日パーティーでサプライズゲストの一人として登場。7月19日、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催された BBC プロムスにて、ジェイコブ・コリアーフレンズは特別コンサートの舞台に上がった。コリアーはジュール・バックリーの指揮でメトロポール・オーケストラと共演した。公演では、 テイク6、サム・アミドン、ベッカ・スティーブンズ、そして、マーレム・グナワのミュージシャンであるハミド・エルカスリを招いた。ライブでのジェイコブ・コリアー2018年10月29日、コリアーは、ジェシーというタイトルの4巻50曲構成の音楽プロジェクトを発表。マサチューセッツ工科大学で初演。コンサートでは、MITJC オーケストラ、MIT フェスティバルジャズ・アンサンブル、 MIT ボーカルジャズアンサンブル、MIT コンサートクワイアと、MIT 室内合唱団、ラムバックス MIT、スージー・コリアー、ジェイコブの実母、及び、ロストンとロサンゼルスのその他の特別、ゲストミュージシャンと共演した。ハーモナイザー装置の設計者であり MIT の協力者であるベンブルームバーグも観覧していた。ステージ上に特注の照明器具を取り付け、 レーザーと LED ディスプレイを使用したライトショーで構成される壮観なコリアーのコンサートは完売必至であったが、この公演はボストンの彼の熱烈なファンだけでなく、MIT コミュニティにも開かれた。ジェシープロジェクトの最初のシングル、With the Love in My Heart が11月2日にリリース。さらに2つのシングル、Ocean Wide, Canyon Deep, All Night Long が11月下旬に、 リリースされた。ジェシーボリューム1は12月7日に全曲がリリースされた。この巻は、ボーチェス8、ローラー・アムベラ、ハミット・エルコ3、テイク6、および母親のスージー・コリアーとのコラボレーションが特徴である。メトロポール・オーケストラは、アルバム全体で大きく取り上げられ、コリアーのボーカルや様々な楽器に加えて、すべてのトラックに登場している。このアルバムは、 コリアが自身で音楽をプロデュース、アレンジ、オーケストレーションしている。2019年1月、ジェシーワールドツアーを開始。ポルトガルのマルチプレイヤーのマロ、ベーシストのロビン・マラッキー、ドラマーのクリスチャン・エウマンなどのバンドに支えられ、この時期はもはやワンマンショーではなくなっている。2019年4月12日に、ジェシー・ボリューム2の最初のシングル、メイクメクライ。 4月26日にドディ・クラークとのコラボレーションでビートルズのヒアカムズ・ザ・サンのカバーを2番目のシングルとしてリリースした。3番目のシングルはヘンリーマン・シーニとジョニー・マーサーのムーン・リバーのアカペラアレンジで家族、指導者、友人、およびその他のジェシーコラボレーターからの100以上の音声が加わっており、6月13日にリリースされた。 4番目のシングルは、アメリカのシンガーソングライタージョジョのボーカルをフィーチャーした、イットドントマターであり、7月5日にリリースされた。ジェシーボリュームには2019年7月19日にリリースされ、アストリグ・アクシレイリアンがデザインしたカバーアートワークと、リアン・ラ・ハバス、アウマウ・サン・ガレ、クリス・シーリ、サム・アーミドン、スティーブ・バイ、キャスリン・ティッケル、ベッカ、スティーブンズ、 マロとのさらなるコラボレーションをフィーチャーしている。11月20日、話題を呼んだ、ジェシーボリューム1及び、ジェシーボリューム2がそれぞれ、オールナイトロング、ムーンリバーで、第62回グラミー賞にノミネートされる。2019年11月、ダニエル・シーザーとのコラボレーションによる、タイムアローオン・ウィズ・ユーを、ジェシーボリューム3の、ファーストシングルとして11月29日にリリース。 ありがとうございます。